走り疲れた狼が止まることで自分が望むものを見つける話。力の強い狼、いつものように山から山を走り回り、勢い余って近くの村で暴れ回る。そしていつか狼は果てしなく疲れてしまう。何年もの間山を駆け回る。村を襲っていたので狼の体力も限界に近づいていた。狼は自分の体調に気づき、山を降りて村へ向かう。狼の到来を知り村人たちは身構えたが、狼はもう戦う気力もなく、ただ休んでいただけ。村人は注意しながらも狼に対して慎重な対応をした。村の端にある小屋を与え、食事を出し、狼の傷を手当てした。元気になった狼は村人たちに感謝をし、村人たちが自分より弱いことをいいことに好き勝手に暴れたことを後悔した。それ以降狼は昔のような暴れ者ではなくなり、村人たちと共に働き、村の守り手として村から離れることはなくなった。そうして落ち着いた日々の中で村人たちとできた絆を見つめ、心から幸せを感じるようになった。村人と共に歩き出した狼。